パーちゃまでございます。長いことね、コメント、昨日もね、配信で、ともともはいでるからっていうことで動画を出しませんでしたけども、コメントがね、溜まっちゃって、まずは最新のフォアチェッカーぐらいの、今日さっき出したやつやな。秋元凛さん、おすすめセンターバック教えてくれということで、まあ、ボアテング、バラン、ラモス、ペペ、その辺、使っとけば間違いないと思います。一番はやっぱボアテングだけどね。続いて別の動画行きましょう。レイとセンをボコボコにする動画ということで。気持ちよかったやろということで。まあ、全体的に見ると、ガチャやったらやっぱりみんなガチャが楽しいなっていうコメントが多いかなっていう感じですね。中富の鎌取さん、チャマの運なさすぎということで、マジで当たんなかったからな。ケン NNN さん、最近コメント読んでなくないということで。いや、結構読んではいるんだけど、2本に1本だけ読んでるっていう感じですね。ケルンボールさん、覚えてまちか、ガチかっこよく見えまちたということで、これちょっとよくわかんないんだけど、どういう意味なのって教えて。そしてこれ207、この男を信じてるマイクラブ日本一目指すゲーム実況ですね。ドリミハソラッシュさん、今彼女いますかということで、今いないんですね。ぜひぜひ紹介してください。デブでハゲでバカでもが大好きっていう女の子をね、ぜひぜひ紹介してください。デブピザさん、ロッペの下りの声、どこから出してるのってことで、ね、もう自分もやっぱね、集中してやってるとね、もう、よくわかんないことになってる。今、後から見てね、俺こんな顔してたんだとか、こんな声出してたんだ、結構あるね。国見宏さん、夏の宿題、10連勝目の試合で、KKさんとの引き分けがなければ達成できたのにということで、まあ、10試合やればね、1試合ぐらいやっぱ強い人と当たっちゃう。それに勝たなきゃやっぱ10連勝っていうのね、クリアできませんから、いい宿題を笑いながら与えた、ちょうどいいレベルのやつを与えたんじゃないかと思ってますね。まあ、10回連続、まあ、マッチングの、ガチャ引いて、白玉引けるかみたいな感じだよね。ケルベロス、オリタさん、ノンということでね、小ゆるさきさん、佐々木さん、イグワインとユベントス行きますか？なんか決定っていう情報出てるけど、あれもう完全に決定なのかな？公式な発表あったのか俺も見てないけどさ、昨日の夜中、ツイッターでファン見てて、あ、マジなんだって、俺の大好きなイグワインが、しかもまあなんか話によると、その、ユベントスがね、ポグバを売って、得たお金に、まあ同じぐらいの金額を、イグワイン獲得に使うみたいな話を聞いてて、あ、ポグマの移籍も本当なんだなっていうなんかそういう流れがね、見えてるっていうのがツイッターで誰か言ってましたけどね。俺様実況さん、ポケモン GO の実況は滑るということで、あれどうなのかな？俺も外配信しちゃおうかなって、オープンレックからね、ポケモン GO の配信しませんかって来てるから、日本中旅して野宿しながら、ポケモンマスターになるっていうね、テーマをね、掲げてプランやったんだけど、そしたらまあ動画は出せないんだけど、家にいないからさ。みんなちょっと応援しに来てくれよ。ちゃまがポケモンマスター、1週間ぐらいかけて、1週間、ポケモンマスターになる、実況配信しようかなと思ってます。まあ、東京、あ、来た。あ、強い人来たやん。強い、あれさっきの人じゃないこれ。ちょっと待って、まだ画面を、キャプチャしてないよ。あ、違うな。さっき負けた人じゃないか。さっき負けた人も太郎なんとかみたいな、なんか名前プラス数字みたいな感じだったけど。うわ、強いやん、これ。勝率 75% だよ。75% 近い。なんでレート戦いってないんだろう。レーブ、ロッペン、ベール、ネイマール、アザール、クリオビアク。イブラヒーモビーチ、あ、クリロナ、メッシ、サラを後半出してくる感じ。コナー、クリロナ、ラカゼとムハンマド、サラ、ミュラー。まあ、これは、クリロナね、スパサブで使ってもいいんだけど、まあでも90分使いたいよね、この能力あったら。ちょっとやってみましょう。お願いいたします。ロードが短くなるおまじない。ちゃま、ポケモンマスターを目指して旅に出る。お願いしまーす。どうしようかね、でも。バッテリーとかね、充電とか考えると現実的ではないような気がするけど。難しいのかなぁ。よくわかりませんが、やっていきましょう。お願いいたします。さあ、チャマンチェスターユナイテッド VS ラブミーテンガさんということでね。子供が見てるから、チーム名やめて、そういうのは。お願いしますね。はい。このフォアチアグレはね、やっぱ動き出し早いような気すんだよね、俺。そんなことないかな？お、あ、取れないんだ。それ取れないんだ。パーよ。速攻1点取られた。集中。じゃあまあ集中。簡単に取られるからな。やっぱこの辺でね、この辺。簡単に前繋いじゃうとすぐ積むから。すぐ積んじゃうから。あ、いいね。いやー、オートスラ。オートスラズドン来ましたね。わー、ボアテンがまさかあそこまで上がってくるとは思わんやろ、タイ。ここも出しちゃうんだよな。待とう。いやー、惜しい。ベイルだったんだけど、誰だあいつ、アザールか。アザールに取られちゃいましたね。ここもちょっとディフェンス崩れてるもんな、この時点で。この時点でちょっとディフェンス崩れてんだよな。よし、集中や。カモン。追い越せ。よし。いや、おー、でも通った。ここは、あ、いや、走んないか。ロッペン走ると思ったから。危ない。ちょ。これまずいな。これ流れ悪いぞ。おー。あ、これまずい。オッケー。ここは集中して、ビルドアッピー。強いな、しかし。やっぱ強い人っていうか、勝率が高い人は、ディフェンスが安定してますね。さあ、チャーマ。このタイミング合わねえんだよな。お、来た。よっしゃー、一瞬見逃さないチャーマ。いやー、こっからなんだよ、こっから2点3点取っていけるか。ここね、好きにさせない、相手のペースでやらせないっていうのが大事。相手のペースでやらせない。はい、読まれてるところを相手のペースでやらせない。相手は結構ポンポンつないでいくペースだから、時間かけてやってみよう。いや違う、体勢が変わんないな。内側向いて懇願したかったんだけど、これでもいい感じちゃうか。相手のペースでやらせないと。相手のペースで、相手のテンポでやらせないよと。いや、ネイマール中に入りそうだったのに、今。いいかも。これさ、俺ね、最近覚えた。相手のペース、速い人が多いんだよ、最近。ポンポンつなげば、結構ね、2016の特徴として、ポンポンつなげば、ショートパスがね、精度がね、上がるっていうのがね、上がるっていうか、落ちないんだよね。ダイレクトパスでも。だからそれでね、いい感じで対応してくる人がね、やっぱ増えてきてる。じゃあこれ、こっちはポンポンパスをさせないよと。オッケー。そしたら相手もね、テンポ遅くなってくるの。マジで。これ、チャマの最近得た、マジック。ベイルでしょ。どうなってる？これは、手前がちっちゃくない？手前ちっちゃくない？あいつ。手前にしよっか。あ、中まで行っちゃったかも。あ、これは？いやー。取った、オッケー。いや。マジかよ。ペペ。いや、邪魔。これまずいよ。ほら、こうやってポンポン行くでしょ。ポンポン行かせないよっていう作戦。そんなポンポンは行きませんよみたいな。ポンポン行かせない。あ、これまずい。いやー。こう、あれラームいないな。なんでだ。いつもだってあそこラームがパス取ってくれるんだけどな。危ない。キーパーに戻せ。よし。え？怖い。危ねえ。これパスが弱いんだよな。え？オッケー。ラームやばない、お前。ラーム？取れる。これはナイス。ポンポンは行かせないよと。そして相手もね、こう、駆け引きに乗ってくるから。駆け引きに乗ってくるわけ。今までの人はね。この人も乗ってくるかは知らんけど。あ、違う。体勢の変え方。そしたらよ、あっちは駆け引きなんてしないでしょ。ポンポンやってきた人だから。いや、邪魔だな、マジで。なんでこんなにパスコースに君たちいるの、今日。しっかりしろ。よし。もうガンガン押すしかないわけでしょ。いやー、反応遅い。オッケー。うん。急いでやってる。こっちはじゃあゆっくりやるよと。あ、ダメ。見といて、マジで。これ生まれるから、これ。こっちのペースでやる。まあ、こっちのペースは結構速いペースなんだけど、焦ってくると思う。どっちかだね。焦ってプレーが適当になってくるか、こっちの駆け引きに乗ってくるか。はい。よいしょ。しかもこう、パスコースとか読めてるから、ただの鳥かごじゃないと。ただの鳥かごじゃない。鳥かごかなと水かけて着実にどんどん。いや、そっちじゃない。ネイマールなんだよ。どんどん攻められるという苦行を強いられるわけ。はい。で、この辺。落ち着いて、ビルドアッピー。でもね、これかなり集中がいる。いやー、そこ通らない？あ、どう？いや、いるよな。そりゃいるよな。ディフェンス一人しかいないっていう選択肢ないよな。今ちょっともうレーダーも見ずに一か八かやったけど。ここね、ほら。いなして。あー、やばい。そこまでさすがに見ないよな。一回抜けたんだけど、そこから裏取ろうかなと思ったけど。そこまで、あ、やば。危ねえ。すり抜け多いよな、マジで。ここは通そう。こういうとこは狙っていくよと。オッケー。こうね。いや。リベリー。勝て。よし。いやー、パスがずれるな。ここはもう落ち着いて。いやー、そこね、ベイルマジで強いよな。ディフェンスでいられたら嫌だもん。これ相手の裏をどんどん取っていくと。相手が反応するから。反応する裏を全部取っていくと。そしたらもう相手はね、もう追いかけて状態になっちゃうわけ。あ、今いけたか。おい。早かったな、今。これいいよ。これ時間稼ぎすればいい。もう決まってんだから、プレーが。あ、やばい。危ねえ。決まっているから、あっちは。こっちはもう、相手の、後手。ダッシュも使わずに、スイ。これでシュートまで行きたいね。あ、チャンス？はい。これ、崩したね。いいね。相手もちょっと焦るよ、これ。みたいな。この時間でってなってるから。こっからやな。こっからどう逃げるというか。ロナウドも無理か。ミューラー、サラー、ロッペン、サラー。このね、もう、あるよ。もうガンガンフラスルもやっていくよ。ライン高いでしょ、多分。取ったらカウンター。でも、ペペ、ボアテング、バランは早いんだよな。ここで1点取らずにすぐ、この攻めで1点取らずにすぐキープしたい。そしたらもう相当焦るよ、相手は。もうこっちは遅攻でいってるから。速攻もいいけど、遅攻もある。そして攻撃。いや、迷うな。遅攻で構えられるんだったら速攻で、パーンみたいな。あ、今までそんなことしなかったのにーっていうのを。取りたい。それ取りたいよ。それ取りたい。ナイス。あ、やばい。よし。落ち着いてる。さあ、サラ。ミュラーがいないんだ。ミュラーじゃないんだ、そこ。そこミュラーだったらもう1点だったのにな。オッケー、取った。取ったよ。ここは行く。オッケー。はい。いや、打てない。打てないか。決まったと思ったけど。これは焦る必要ないよ。焦る必要ないよ。よし。相手が焦ってるだけだから。これは蹴っちゃおう。これは蹴ってサラーか。取っちゃおう。よし。あ、カーソル変わっちゃったよ。せっかく読んでたのに。あ、やっちゃったね、完全に。完全にやったわ、今。ロナウドだったら打ってくるよな。今のミスがなければあったのに。さあ、さすがにこれ取れないか。ここで焦ってプレス行くからよくない。行かなきゃ取れる。よし。え、トラッピーミスった。よしよし、落ち着け落ち着け、落ち着いていこう、落ち着いていこう。これは落ち着いていいね。ここで形を作りたい。ミュラーやー、北浦打ってよ。おいおい、めっちゃいい、めっちゃ気持ちよさそうなの言ったのに。打ってよ、おい。ヘルプ。オッケー。あ、取った取った。ラム頑張れ。よし。あー、でかい。あ、取れる。頑張れ。いやー、前。これ焦ろう。あ、焦なきゃよかった。ここ1点取られるよ。割とある、割とある。危ねえいや、あとちょっとだったよ。あとちょっと。いい形は結構作れてたんだけどね、丁寧にいって。ミュラーな、スパキャンミスったな、あれ。そしてやっぱスパサブロナウド、異次元ですわ、異次元。あれを野放しにしたチャマのマンマークつけた。まあまあ、でもマンマークつけても多分スパサブロナウドダメなんだよな。どんどん下がってきます。1220ぐらいあったんだけど、さっきの敗戦で12でしょ、142回、2回か引き分けで16。ふわー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。自分にムカつくわ。パー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。